勝負湯勝負湯とは5月5日の団子の節句の日に、勝負の根や葉を入れて沸かす風呂のことである。年中行事の一つ。勝負をどのように入れるかについては、各人様々であり、写真のように長いまま入れる場合もあり、また、刻んで入れる、と記している文献もいくつかある。勝負湯の歴史は遡ると長い、中国の古い歴史にまで遡るとする文献もある。勝負は、 古くから山居座を払う薬草と考えられていた。寮の総林が表した、慶祖祭時期にも、古くから長寿や健康を願って、勝負を用いていたと記されている。丹後の日は、春から夏への変わり目と考えられていた。丹後の日には、勝負酒、勝負湯、勝負刀など、勝負を用いる習俗が多い。日本の戦国時代の宮廷生活が記された、お湯天井日記には、 天文2年5月5日の上に、小夜日のお祝いもいつもの今年、使用不能を夢指しますとある。5月4日に、勝負の枕を用いて、5月5日にはその枕を解き、それを湯に浮かべた、勝負湯によくしたらしい。一般庶民が、勝負湯を楽しむようになったのは、意外に遅く、江戸時代になってからだともいうサイトレフ幸運者2008。 江戸時代の庶民の生活の様子を綴った、とと歳時期の5月6日の項には、初人勝負湯に浴すとあり、5月5日の夜あるいは5月6日の朝に、各家では、勝負湯に入る風習があったという、長屋暮らしの庶民も湯やへ行って、勝負湯を楽しんだ。宝井企画は次のような句を詠んだという、銭湯を沼になしたる勝負かな。銭湯の客は、普段の湯船に加えて、 わずかの衆議をおひねりにして番台の上に置かれた三方に置くのが決まりだったという。5月5日には、銭湯の入り口に5月5日、勝負湯志向という紙が貼り出されたという。現在でも、銭湯や温泉等々で勝負湯が用意されていることがある。勝負湯やあやめ湯は薬湯の一種で、またその香りによって悪液を退散させようとする民間療法でもある。 同様の例として、当時の日のゆず湯がある。現代でも5月5日に沸かした風呂に勝負を入れて、入浴すれば暑い夏を丈夫に過ごせると信じられている。また、風呂の中で勝負の葉の鉢巻きを締めると、その効果はさらに高まると信じられている。勝負には、アサロニアオイゲノールという精油成分が多く含まれており、腰痛や神経痛を和らげる効果が期待できる。 店頭で売られている勝負は、葉の部分が多いが、血行促進や、保湿の薬効がある、精油成分は根の部分に含まれ、その効果を望む場合は、漢方薬局で相談すると良い。また、勝負の独特の香りには、アロマセラピー効果もあり、心身ともリラックスすることを期待できる。なお、勝負には、夏の季語となっている。江戸中期の俳人、かや白らの次のような句がある。 勝負ゆや勝負より来る父のあたり代表執筆者の聖の五十音順、ありがとうございます。